委員会とか甲状腺の部会だったら、県民の立場に立ったら、この今後何年か経っていくうちにどんどん甲状腺がんが増えて多発していくことに対して備えなきゃいけない。今の医大では二次検査だって十分追いついてないわけで遅れてるわけですよ。そうするともっと医者や設備を十分国の予算をもらって増やしていってやらなきゃいけない。そういうアドバイスをしていく、そういう提言をしていくっていうことはこの部会なりのミッションにはならないでしょうか。これだけの専門家の先生方がお集まりになって2施設をわざわざここにこう添付して出されたっていうことは、やっぱりそのある程度のこの施設の手続き、手法、そして結果について重視しておられるからだと思うんですが、その点についてお伺いします。まず資料にですね、西先生のその資料が入っているのは、それはまあいいです、入っているのに全くよく分かりません、はい、でそれに多発 その頻度の見方というのはですね、先生今おっしゃったようにいろいろなスクリーニングのやり方によって全く違ってきます。ですからですね、それがその数字だけで簡単に比較はできないというふうなことです。むしろ今やってることがしっかりとちゃんとしたデータを出すのに妥当な方法でやられているのかっていうのを評価するのが我々の仕事だと思ってます。ですから僕はそのどうのこうのってその前のデータを比較してあまりそこで議論をしてもあまり意味がないんじゃないかなと私は思っておりますね、はい、今までの検討委員会の毎回の後の記者会見でですね、はい、鈴木伸一先生との質疑のやり取りで、はい、鈴木伸一先生ももうスクリーニングバイアスがあるということはもう認めておられるんですよ、はい、だから今もうはっきり言えば100万人に1人というご自分の説は撤回されてるんですね、はい、そうすると疫学的に見てですね、自分たちが前提としてたこの検査や調査を始めるより前よりも、はい、やっぱり甲状腺がんってもっと多いんだと一般的に、うんうん、子どもの甲状腺で、あらゆるいろんな説が新しい知見がどんどんそれが増えてる、うん、っていうことは今別に福島県だけじゃなくて日本とか全体でですね、子どもの甲状腺がんに対する対応を予想より多発だとということで、そういうことこそその医学の専門家が集まってるその専門家の人たちのミッションではないんでしょうか。つまりそういうことをもっと準備しなさいよということを行政に対して言うのか、うん、はい、スクリーニングバイアスに関しましてはですね、全く取り除くっていうのはこれは無理だと思いますね。今のやり方っていうかですね、このどんなスクリーニングに関してもですね、スクリーニングバイアスってどうしてもかかってきます。ただそれでもその今のやり方で本当にそれで頻度を出していいかどうかっていうのを、まあ、さっきディスカッションしましたけど、まあ、そういう意味では私はその妥当なある程度妥当な方法で、貴重なものだと私自身は今のところはですね、もう少しだから今回説明をしていただいたんですけど、私どもですね、やはりこの内容に関してはもっと勉強しなくちゃいけませんので、ですから3月ということなんですけど、ということはもう確認ですが、加藤先生はその今まで前提としてた100万人に1人というものよりも多い頻度で多発しているという認識にはまだ立てないと、そういうことですか。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないです。ただやはりデータが必要ですよ。そんなことはないんです。まだだからその確定言えるだけのデータは揃ってないということをおっしゃってます、ええ、それは僕もそういうふうな気持ちはありますけどね、やはりサイエンスはそういうもっとデータをしっかり評価した上で判断すべきだと私は思っています。他にご質問ございますか。では、2列目の一番端の読売の曽畑と申します。話をちょっと戻してしまって恐縮なんですけれども、星先生にお伺いします。8月にメッセージをまとめるというお話だったんですけれども、確かに1回目の検査を終えてまとめるということは非常に大事なことだと思うんですけれども、その放射線被ばくの影響について必ずしもこの部会で議論の対象にならないのであれば、どういうメッセージになるのかというのがちょっとイメージしづらいのですが、当然議論はこれからだと思うんですけれども、少し具体的にですね、どういうようなメッセージを想定されておられるのか、もう少しちょっとイメージできるように教えてください。なんて言ったらいいんですかね、1回目の検査をみんなが受けてくれるわけです。37万人が対象です。で、いろんな年齢の人たちに、そのがんが見つかったという話が随分聞こえてきて、ご心配されている方も多いでしょうし、
いろんなあのことでしあのあの、まあ、どうしようかと思っている親御さんなんかもいらっしゃると思います。でそういう方々に今出ているデータというのが、まあ、どういうものなのかというようなこと、それから先ほどちょっと話が出ましたが、まあ、どういうふうに対応してくればいいのか、これから先ですね、そのやっぱりきちんと検診を受けてもらうという必要があるだろうし、その中からやっぱり今後も見つかっていく可能性があるんだとすれば、やはりきちんとしたこと対応するんだろうと思いますし、ですから甲状腺がんのがその甲状腺の影響で増えてるとか減ってるとかいうのを、その一義的にこの患者さんは甲状腺の影響だとか、この人はそうでないってことが言えないことはもう周知だと思いますけれども、あの1回目の検査で、まあ、どういうふうにあのデータが揃ってきてどんなふうな評価ができるかって今わからないので、その何とも言いようがありませんけれども、少なくとも検査を受けている多くの県民の皆さんたちが、そのこの検査の2年間の結果について、まあどういうふうに、少なくとも専門家から見てどういうふうに感じて、どういうふうにその評価しているのかということについてきちんと分かるようにお伝えするというのがメッセージだと思います。 ですから専門家だけが専門家の領域の中で分かってそうだよねっていう話ではない、つまり県民に対してもきちんとしたそのこの検診の結果についてを含めてですね、理解してもらえるような、そういうメッセージを出すというふうに理解してほしいと思います。具体的な中身は何がどうしたっていうようなことはまだ想定ができません。ご質問ございますでしょうか。すみません、福島民友桑田です。たびたびすみません、清水修二先生にお伺いしたいんですが、今回のですね、議論の中で長くにわたって検査をやっていく中でですね、安全だと分かったらなかなか検査を受けてもらえなくなってしまうんじゃないかという議論が出て、そのためには検査の正確性が必要だということだと思うんですけど、そのいわゆるその専門家じゃない、その疫病に関係ない立場としてですね、今回の議論を聞いてて、県民の方々が長期的にその検査をずっと受け続けてもらうためにはどうしたらいいでしょうかというふうに受け止められますか。それはこの調査が何のために行われているのかという理解をしてもらうしかないと思うんですよね。私はこの、ね、調査は絶対に成功させなければいけないというふうに思っているんです。でやった後で結局回答率悪かったじゃないかとかですね、そういう扱いであまり信用できないというような結果は、これは別に医大の名誉がどうこうじゃなくて、やっぱり県民の利益を損なうことだというふうに思うんですよ。チェルノブイリの例でもですね、特にウクライナの方はね、いろんな情報が飛び交っていて、要するにものすごく不明瞭な状態のままね、よくわからないということになってしまって、よくわからないストレスというのはものすごくね、向こうの人には大きいというふうに思うんです。だからどういう結果が出るにせよね、思ってたよりも何て言うかな、残念な結果ね、悲観的な結果になるかもしれないけれども、そうでないかもしれない。でどっちの結論が出るにせよ、はっきりさせることがものすごく大事なんだと。曖昧なまま終わってしまうのが一番ね、県民にとって不利益なんだということをきちっと理解してもらうことが一番大事だというふうに思っています。それからちょっとついでに、マイク握ったついでに、対局のやり取りに関わってね、私の意見を言いますけれども、この部会の役割が何なのかなというふうに考えたときに、この親委員会の議論がこう深まるようなですね、役割というのが一つあると思うんですよ。だからこれは平行的にですね、やっていって、同じデータを見ても、まあ、こちらは私に除いてね、甲状腺の専門家の方々ですから、検討委員会よりもっとみっちり時間をかけて議論ができるはずなんですよね。先ほど出ておりましたように、異なる見解もあるんじゃないかとですね、そういう議論はなかなか委員会ではできませんので、部会できちっとやって、それをフィードバックして検討委員会の議論を深めるというのは一つ。それからもう一つはですね、私この間検討委員会に出ていて、やっぱり委員が医大の先生に質問してね、答えてもらうというやり取りがもっぱらであってですね、これ委員会の側の議論をした上で委員会の見解を何か出すという形になってないんですよね。私は委員会が作られている以上は、
先ほどおっしゃったようにこう一巡した段階でですね、一定の委員会としての見解をやっぱりまとめなければあんまり意味がないというふうに思うんです。その時にその委員会の見解がいろんな意味で妥当なのかどうかということのチェックですね。これ検査の方法もあるし、データの扱い方もあるし、それから学会の議論の中でですね、位置づけを見たときに妥当なのかどうかっていうのは判断ですね。それは私はこの部会の方ができるんじゃないかというふうに思うんです。ですから事前にあんまりこの委員会を縛るというのはあんまり良くないけれども、やっぱり一定の委員会の見解が出た段階で、それをですね、今言ったような意味で客観的に、サイエンスとして、これ妥当なのかどうかということはやっぱり言うべきだというふうに思うんですよね。その時にやっぱりその被爆との関連に関してもですね、一定の見解を示すことになるんじゃないかと私は思いますけどね。ただこの部会どういう議論してどういう方向を持っていくのかっていうのは実は全然事前に相談してないわけですよ。で委員会もそうですけど、事前の打ち合わせっていうのは全くゼロな状態になってるんですよね。で副部会長もいきなりでしょ。でこの間は私が副座長、あれももう突然ですからね、もうハプニングばっかりでね、これが本当にいいのかどうかっていうのは疑問も少しあるんですけれども、だから今皆さんに聞かれてもね、統一見解が部会としてあるわけではないわけですよ。そこのところはまだスタートした段階で、これが現実なのかなと思います。で星先生は星さんなりのビジョンがあるというふうに思いますけれどもね。すみません、毎日新聞のよもぎだと申します。2点お伺いしたいんですが、現実的な問題としてメッセージをその一巡するその来年の夏までにまとめるという話なんですけど、来年の夏にデータが出てきてそれから評価するわけですから、現実的にできるかどうかという、もっと年末とか年度末になるんじゃないかという予想はされるんですけど、そこを一点お聞かせいただきたいのと、じゃあまずそれをお聞かせください。そこまで蓄積して今突然何もないデータで突然そこに来てポコンとデータが出てくるわけではないので、すべてが終わった時点できちんとして、きちんとした議論ができるように準備をしておきたいというのが私の意見であります。確かに出てきてその日の瞬間に全部やれるかといってはそうじゃありませんので、8月1日に出てきて2日にまとめろというのは無理でしょうけれども、一定の期間を使ったら私は可能だと思います。読み込む時間が必要だということになれば、その時はそういう議論になると思いますけど、今から年度末になだれ込むというようなつもりで、今議論をしているつもりはありません。はい、ありがとうございます。もう一つですけど、加藤先生にお伺いしたいんですが、ちょっとエセスダーですか、の話に移るんですが、今日のその部会の中でそもそもそのやってますかどうか、やってますかっていうのことを鈴木先生に質問されたのは、この資料に載ってないからですよね。いや、そうじゃないです。じゃないですか。そうじゃないです。私の興味ですね、はい、だから先ほどからおっしゃった話があるように、やり方が妥当なのかっていうのをですね、ちょっと私の疑問がありましたので、そのところを教えていただきたいということで鈴木先生にお話しただけです。で鈴木先生はその兵器はしてると、だけど、公表はしないという話をしていたんですが、これ要はそのベセスダというのはよくわかんないですけど、グローバルスタンダードになってるわけですか。いやいや、まだね、そういうところまで、だからこのディスカッションはあんまり長くしてもですね、細かい難しい話になりますので、ただベセスダで併記されてればそれを国際的な分類で、後で、まとめることっていうのはできるので、それはいいんじゃないかなというふうに私は思って質問させていただいたわけです。最後にすみません、公表してないことについてはどうお考えですか。はい、公表してないことについてはどうお考えですか。いや、公表しなくたって別に問題ないです。これは、その理由は同じような内容ですから。ですから今お話ししているその悪性疑いっていうのは
ベセスダはそれを別な言葉で言い換えてるだけですから、それは問題ないです。ちょっと私不勉強なので、また機会を教えてください。だから、もしお聞きになりたければ、後でゆっくりと。はい、他にご質問ございますでしょうか。では終了時間ですので最後の質問にしたいと思います。たびたびすみません、アワープラネット TV の白石です。先ほど来その検査のやり方とについて の、まあ検討というのがありましたけれども、この甲状腺検査、だけでなくて福島県民健康管理調査全体にはまだまだ不信感はたくさんあると思います。例えばですね、方向性の問題でさまざま皆さんの方、記者の方から質問がありましたけど、実際に例えば我々メディアがですね、どういう検査をしているのか現場を取材したくても取材できないというような現状があります。例えばですね、その一般に保護者の方々がいろいろ思ってらっしゃる不信というのは現場現場でありまして、そういった声は私たちのメディアの方にも寄せられるんですけれども、おそらくここの委員の皆様のもとには寄せられないというふうに思います。で、例えばそこでですね、その県民の皆さんそのものに、この検査についてですねご意見を求めたり、何かその検査場、例えば今行われている、評価判定会というのがありますけれども、一次検査の判定会、週1回大量な人数を判定してますけど、例えばそういったことについても皆さん非常に不安に思ってらっしゃる。そういうことについてこの、評価部会で皆さんがどういうことを不安に思ってらっしゃるかを集めるとか、そういったようなことを今後検討される予定はないか、ちょっと、もしよろしければ星さん、それから加藤さんにお聞きできればと思います。私からおっしゃることは最もでございます。で、私ども評価委員会もですね、私どもがそのデータを出させていただいて説明を受けましてですね、それを公表していただくということで、そういうふうな役割でなってるんじゃないかなというふうに私自身は思っております。で、アンケートを取るかどうかというのはですね、これからそういうふうなことも含めて検討できたらいいと思いますね。現場で不安を持っている、というのは、あるいは不満があるというのは私も感じています。声が届かないとおっしゃいましたけれども、必ずしもそうではないと思っています。ただ私が全てを知っているかというとそうではないと思います。したがって、県民健康管理調査に関して言えば、かなり積極的に意見を県の方に出してくれるという方もいらっしゃるようですし、さまざまなことについては丁寧に対応していきたいと思います。ただ今お話がありましたように、アンケートを取るとか何かインタビューをするかというようなことについては、この部会でやるかどうかについてはこの部会の中での議論でしょうし、本体の方でやるということが妥当だというのであれば、その本体の中での議論を踏まえてということになると思います。はい、それでは終了時間ですので、これをもちまして、甲状腺検査評価部会の後の記者会見につきまして終了させていただきたいと思います。皆様お疲れ様でした。